僕の名前はバル、8歳。本当は今日も学校に行くはずだったんだけど。バル、学校は？やだ、行きたくない。この手のせいで嫌な思いしかしないんだ。バル、この大きな手のせいで僕は学校のみんなに怖がられている。僕の手は生まれた時から一般的な赤ちゃんの手のサイズの2倍はあった。なんだこの手は。僕の成長に合わせるように手のサイズも大きくなって重い。今では片手で25キロ、中指の長さは33センチもある。こんな手だから日常生活も大変だ。お母さん、靴ひも結んで。はいはい。お母さん、服着せて。わかったわ。体を洗うこともご飯を食べることも一人では難しい。兄弟たちが自分一人で何でもできるのを見るとすごく悔しい気持ちになる。ねえお母さん、僕のこの手は治らないの？バル、あなたの手は病気じゃないから治療はできないの。母は僕が生まれた時医者からそう言われたそうだ。病気じゃないなら僕は一体何だろう。消えろ悪魔の子。学校来るな。周りの人からは悪魔の子と呼ばれ。バル君を通学させてもいいですが、いじめられても学校に一切責任はありませんよ。なんだと。学校の先生も守ってくれない。不自由な体で産んでごめんね。お母さん、僕はどう生きればいいかわからなくなった。そんなある日のこと。よーバル、元気か。おじさん、大好きなおじさんが家にやってきた。相変わらず大きな手だな。あんま見ないでよ。なんだ、気にしてるのか。気にするに決まってるじゃん。なあバル、インスタグラムやってみないか。え、なんで。世界中の人に怖がられるか笑われちゃうよ。バル、その大きな手も含めてそれがお前なんだ。みんながみんなお前をいじめるとは限らない。大きな手と共に生きる強い男であるお前を世界に見せてやろうぜ。僕は強いの。ああもちろんだバル、いいだろ。こうして僕はおじさんの勧めでインスタグラムを始めた。僕が兄弟たちと遊んでいる様子や腕相撲をしている様子をおじさんが撮影してくれた。おいバル、来てみろ。何？うわぁ。言っただろ、みんながみんなお前をいじめるとは限らないって。おじさんが見せてくれたのはインスタグラムに寄せられたたくさんの心温まるコメントだった。強そうでかっこいいわね。今度俺とも腕相撲してくれよ。あなたの姿に元気づけられたわ。嬉しかったのはこれだけじゃなかった。僕の手のことが海外メディアでも取り上げられて、手術が可能かもしれません。手を小さくする手術ができることを知った。バル君は至って健康で、兄弟たちに手の肥大化はありません。とするとこの症状はリンパ管腫か過誤腫による腫瘍ではないかと考えられます。治るんですか。治療は可能です。このまま手が大きくなっていったら血液循環系に異常が生じ、バル君の命にも関わります。そんな、命にも。難しい手術になるが、君の手を普通の大きさに戻すことはできる。バル君、どうする？手術は怖いです。でも本当は学校にも行きたい。みんなとも仲良くなりたい。手術を受けます。僕は強い男だから。そうか、分かったよ。こうして僕は手の再建手術を受けることにした。また学校へ行ける日を楽しみにしながら。行くぜ！俺の剛速球！そして、よし！今度は僕の剛速球だ！